第1試合日本ガールズカップ初代王者レーナ対日本キックボクシング及び総合渡辺久恵アメリカグレイシー柔術ケイト・マルチネス対タイ国ムエタイサーサー・ソーアリ日本女子総合のチャンピオンであります B はじめ対シュートボクシングオランダチームサワーサマンタ・バンドール日本シュートボクシングシーザージム高橋愛対シュートボクシングオーストラリアジブアウトクリスティーナ・ジェラゼピック以上の4試合を行います。事前に聞いていたプリンちゃんっていうのとなんか違ったみたいで今日はプッチンプリン用意してたんですけど直前で焦って置いてきちゃいましたすごい悔しいので、まあ、サマンタバンドちょっとカタカナ苦手なんですけど、まあ、誰が来ても投げます。研究されても投げるのが超一流だと思うので投げを期待してください。今年夏すごい暑くて今も練習でも毎日汗だくで頑張ってるんですけどもその成果を見せるのが8月のトーナメントだと思ってます。優勝する気はさっきのアメリカの方が 110% なんでじゃあ 200% あります。よろしくお願いします。なんか超楽しそうな感じで、役者が揃っていると思うので、私も負けないようにというか1回戦目から多分話題性的にはもう完全に、メインイベント級だと思うんで内容もそれに見合うような試合をしたいなと思うのと今回の私のテーマがレナ物語の中の、私チュン主役っていう感じなんで多分ドラマ的にレナちゃんが今回優勝しちゃうとその先つまんないと思うんですよ。なんで多分私はこれで勝ち上がってで、まあ、次負けても優勝しても私は本当ちょっとレナちゃんとの試合に全部かけたいと思うんで、その方が多分レナ物語のストーリーは面白くなるんじゃないかと思うのでちょっとライバルとしてはちょっと年がいっちゃってるんですけど、まあまあそれ負けてるのに 年なんでね。ただ私本当はちょっとレナちゃんにもし負けたらもう引退してるぐらいのつもりで復帰したわけですけど、あんまりそれだとちょっとレナちゃんで今回負けちゃったらあんまりいる意味ないかなとかも思うんで、まあそんな感じでいい試合をして、とりあえずまたこの先レナ物語が盛り上がっていけばなと思います。じゃあ主役頑張ってください。シュートボクシングの女子でエースとして言われている以上負けることはできないのでどんなことでも、はい、勝ちたいと思います。アンディ様2連覇そうですね。アンディ様さん今年3連覇はするかもしれないので私は3連覇4連覇していきたいと思いますので、はい、頑張ります。お願いします。エラー決めてくれるんですね。ちょっと開けていこうかな。もうちょっと噛みつかれるかなと思ってたんですけど。ちょっと上げといて、ちょっと乗っかっちゃおうかなみたいな人気に。いやいや。じゃあちょっと褒めるのやめて。まあまあ、エラちゃんからしてみても、私全然大したことないっぽいって言われてるんですけど、まあ、私からしてみても別になんかまあそういう人気の勢いとかそういうのはあるだろうと思うけど別に多分実際リングの上で蓋開いてみたら私も圧勝までいかないかもしれないけどまあまあやりにくい試合で結果私勝つみたいな感じだと思うんでほら純主役今回優勝するの巻きだからもう完全にそこはもう足がっちり謝ってもらうつもりもないけど大したことないってことはないんだなっていうのは一言欲しいかなって思ってますっていうような試合ができたらいいなっていう感じです。そうですね、まあ、出てきて、はい、元チャンピオンということで期待してたらあれって思う試合してそれで美味しいところを食べようと思ってたんですけど
前回のタイトルマッチもドローということで美味しくなって帰ってきてくれるここねちょっと約束してたんですけど本当にそこは申し訳ないと思ってます。本当に本当に申し訳ないすいませんね。今回あの私が一方的に出たいちょっとアプローチしてしまって本当に申し訳ないんですけども、そこに着いたらちょっとまた待ちこまあそれで、まあ料理っていうのは出来たてがやっぱ美味しいと思うんですよ。やっぱなんか冷めてきたなっていうのが新鮮な食材でだそこは正しいの。あのまだ料理はリンセン、ありがとうございます。あのなんで料理って今言ってるのは結局その試合の話でしょ。出来たてとかがあって新鮮な食材じゃないってこと言いたいんですけど、年ってこと？そういうこと？結局自分も10年後そんな変わんないんだから、もう言わない方がいいよ、年のこと。違う、年のことは言ってないですよ。ただ、出てきて、やっぱ美味しいうちに、はい、食べれたらよかったんですけど。でもまだ、逆に、あれだよ、あの出始めなんか、あれじゃん、まだこう勢いに乗ってないけど、体も戻ってないじゃん。本当にだって、丸2年、全然練習してなかったのが、逆にこの夏に向けてっていう、だから今までの3試合は全部レナちゃんのための準備運動だから大丈夫。それはあの書いておいてください、しっかり。あれ本当に準備運動。それじゃタイトマッチ買っとってくださいよ。でそれがね、いいですかね今言っちゃってね。でそれが違うんだけど、本当にね、ちょっとタイトルをここのためにもう持ち帰ってっていうお土産をっていう頭がね、そこだったんですよ。そうね、でそれにちょっと誘惑に負けちゃったんですけど、ハマっちゃったんです。あのこれない。あのはい。じゃあ言いたかったの、言いたかったの。あのね、まだ発表されしてもらってないですよ。その今レナの喋る時。はい、じゃあ、それを受けてレナ選手、いかがでしょうか。はい、レナ選手いかがでしょうか。まあそうですね、まあちょっと美味しくはなくなっちゃったんですけど、まあ皆さんが期待するのであれば、はい、喜ぶなと思ってたんで、まあでもはい。まあ、舐めてたら私負けると思ってるんで、そこはしっかりして、で、勝って、さあさあとやって、それで、誰が上がってくるのか分かんないですけど、まあ、勝って、優勝したいと思います。